シャリトンリバーは第二次世界大戦中にアメリカ海軍が建造した LSM-4019 ロケット中型揚陸艦の一隻。艦名の由来であるシャリトン川はミズーリ州とアイオワ州を通る河川で現在までこの名前を与えられた唯一のアメリカ軍艦である。1945年2月 LSM-407 の浸水記念式典にて中央の人物が ジュールス・ジェームス・提督。ト九1945年1月22日、チャールストン海軍交渉に適行し、1945年2月12日より、収益した。浸水式には、第6海軍区司令官、ジュールス・ジェームス少将やスポンサーでもある、J.E. ハント大佐の夫人が出席した。1945年5月9日、LSM-407 として収益する。 艦長は、ロバート・シーバン・ブレック予備役中尉だった。第二次世界大戦中は、戦闘任務に参加せず、1947年2月10日より、オレゴン州アストリアの太平洋予備艦隊に、組み込まれた。1955年10月1日、シャリトン・リバーに改名。1958年、米海軍艦赤母から除籍される。1960年、 ワシントン州タコマのタコマタグバージカンパニーに売却されバージ船に転用された。ありがとうございます。